どうも、快速です。さあ、今日なんですけども、神戸でね、はい、今、まあ、メインでは上がってると思いますけど、うん、手作りバイキング。楽しかった。いや、本当に大成功でした。大成功。素晴らしかった。喜んでた。でですね、もう今はもう嵐が去ったみたいな感じで、子供たちとうちのおかんがもう帰った状態なんですけども、はい、うん、実はですね、まあ、土橋、中野、そして常が本当に頑張って作ってくれた。うん、で、結構量多めに作ってたんで、はい、で、これね、常の、あのクリスピーポーク、もう結構たくさん量をあげてたから、あの差し替えてこっちもう一個新しいの持ってきて、はい、うん、他も結構余ってるんですよこれ、はいはいはい、この感じ、うん、結構しっかり余ってますよね。そう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 、こう無双はあって、こうチャーハンと寿司とケーキもね、はいはいはい、タンちゃんめちゃくちゃ食うてたから結局、うん、なんですけど もったいないから、うん、ちょっとチームのみんなで今から、うん、全部食べていきたいと思います。やったぜ。空いてるから空いてるよ。何よりもこの中でも一番空いてるのはやっぱり土橋くん、中野くん、常が、うん、そう、僕結構実はね、あのメインの時に一緒に食べてたりとか、うん、で見えないところでバレないようにトンボ食べてたりしてるから、ありがとうございます。食べてたりとか、はい、最高でしたわ。もう我慢できてこの辺で食ってたからめちゃくちゃ食ってました。クリスピーポークマジでうまい、マジでうまいよ、うん、これほんまにね。じゃあとりあえずもうブワー取っていくから、うん、そのテーブルの上に置いていこうか、うん、なるほど。いや、どういう必要ある、どういう段取りこれ。バイキングの醍醐味もねえし、いやでもやっぱり俺的にバイキングって大事かなと思ったね。ああ、プレートに乗せるっていうのね。でも今気づいたけど、これこのまま持っていったらええやん。そうですね、そうですね。どうしてる。まあどうし、まあでもね、カジサックがみんなの分を取り分けるみたいなことですか。とりあえず乗せる分だけ乗して、ああ乗せて渡していこうかなって思って。ああなるほどなるほど。でも冷静に考えたら全然このままあっち持っていったらいいやん、うん、このままあっち持ってきますよてかもうみんな取ったらいいんやすか、一人で。そうか、それぞれ取ったらいいんや、バッと。そう、ほんでできましたみたいな感じで、うん、あ、バッと取っていくか、はいはいはい、並んで、はい、じゃあ並ぼうか、はい、うん、そうそう、ありましたよな、並んでください。やっぱバイキングやもんな、はい、ただ俺結構食ったから、うん、少なめになるな。あと俺カレー食いたいな、カレー。俺もカレー食いたい。あ、カレー美味しいさ。カレーめちゃくちゃ人気やったからね、うんうんうん、カレーにね、エビ天を乗せてもらえる。あー、いい。めっちゃええやん、それ、うんうんうん、俺これでええな。え、少ない。いや、俺結構ほんまに食うてん、うん、はい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 。どっちかって言ったら今回のこの神戸屋のメインはこの後ろの3人、確かに、がもうガッツ食いしてほしい、うん、俺カレーも食べるから、これで俺もカレー食う、うん、多分中野くんはね、実は結構大食いじゃねえかせ。そうですね。そうなんですよね。よく食べますよ。サラダいっぱいにしとこう。うまそう。あ、楽しそう楽しそう楽しそう。全員で取って正解ですよ。よかったよかった、うん、そうやろ、こうするの、はい、はい。あとカレーを食いたい、うん、カレー食いたいよな、はい、食べたい、食べたいですね。お寿司もちょっともらうか。あ、お寿司も食べたい。エビの上に、あ、じゃあカレーの上にエビ、ええな、いいでしょ。うん、これはええで取ってこうか。うん、これもドレッシングかかってるんだっけ。これかかってます、はい。いや、もうこれ本当のお疲れさんだよ、ドレッシング。あ、いや、とんでもないです。皆さん、美味しい美味しいって食べてもらって本当幸せですね。いや、なんか幸せそうな顔してる。まかない感がえぐいよ確かにまかない感がえぐいです。すごい取ったからね。ちなみに中野くんが、あの好きなものいっぱいある中で一番大好物が、うん、何でしたっけ。唐揚げでございます。そうですね、うん、はい、だからうちのおかんメインでマンズマンズ言ってたけど、はい、実際この唐揚げ好きの中野くんがこれ食べた時のリアクション知りたいよね、うんうん、確かに知りたい。サラダ少な。サラダこんなもんですよ、大体サラダなんてこんなもんですよ。わんぱくだな、お前は。で、気ぃついて俺の見たら全然サラダ取ってない何これ、何これ。いや、ほんまに食べちゃったから。そうそう、うわ、めっちゃわんぱくしてる。おい、そこにカレー。うわ、ここいいですね。唐揚げカレーですね。唐揚げカレー、うまそう、うまそう。そうか、そこにカレーにすればよかったんか。大人の、大人ランチやな、ね。ちょ、カレー、俺も予想。俺もカレー予想。カレー食いたいよな。カレー食いたい。あんだけうまいうまいったら、おじさんたちがはしゃいでる。上手に積んでる。積む？え、中野くん、中野くん、うんうん、
すごいやん、大盛りよね。ちょっと意識してカメラちょっとは普通に楽しまないで、全員背中向けてたからすいません、うまく積んでるっつったらこれ見たいから、はい、上手だね、上手、確かにめっちゃ上手、わんぱく、ありがとうございます、すごい、まあ、なんかエグいないや重たくなった一気に楽しんでます最近また一段階またなんか中野くんって明るくなったよね。そうですね、僕はもうタンパクセット出来上がり、最近だってチームのみんなからパイノスケって呼ばれてるもん言われてないですよそれは、言われてるやん、それは認めてないです僕いやそれは認められないです、それは普通にこの間やすときにパイノスケって言われてたよ、言われてた言われてた意味が分かる、たまに気に入ってはいって普通に返事してるいやいやしてないですしてないです、よし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 、俺もちょっとだけいただこうかな、カレー、こうか、こうか、あ、どっちだろう、こうか、いい、自分の好きなままでいいよこうか、どっちでもいいってこうか、早く開けうん、おいしそう、おいしそう、うん、あ、エビ天カレー、エビ天カレー、ちょっと溶いてすごい溶いてってなんだよ取ってるからいや、こっちが取ってんだようわいいっすね、じゃあさ、はい、あ、はい、いい、みんな個性が出て面白いですね、これこれいいですよ、いいいいいい、これひょっとしたらさ、うん、常のクリスピーポークもカレーに合う説あるやろ、これ、うわうまそう、やらせていただきます、うん、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、わんぱくやな、それすげえこれはもう、ほんと常、ど、ど一瞬一瞬です、これはもうもう常、もうわけわかんなくなってるじゃん、もういいじゃん、なんでもかけたら美味しいでしょ、なんかカレーって、絶対わ、すごいな、これ中野くん、これすごい、上手の、はい、うまそうに見えるわ、唐揚げの数よ、中野くん、嬉しい、唐揚げはもう、本当に評判良かったんです、うん、当時は偉いな、堂安さんの唐揚げうまい、うまいって、そうですね、よし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 、はいはいはい、いや、なんか楽しいな、楽しい楽しい、ここ取りやすいでしょ、あ、いいですね、ありがとうございます、こんな感じで安田家はね、美を追求してるから、はい、ちょっと控えさせていただきます的な、そうっすね、安田家やなマジで揚げ物ばっかりだもんやっぱり子供たちとかが喜ぶのがね、濃いものやったりもするから、うん、ちょっとスプーンもいただこうかしら、いや、楽しい、楽しいね、はい、いいですよ、おじさんたちだけっていうのもいいんですよ、最高じゃん、結構いったね、トンボさん、ちょっとね、カレーはやっぱちょっと食いたくなっちゃった、ほんとだ、うん、俺もう結構寿司いっちゃったから、うん、いやすごい、これやばいっすね、でもうまそうに見えますね、これパイノスケですか、いやパイノスケって誰誰なんですか、テンポいいですね、さすが、常にちょっと間行っても、はい、中野くんそっち入れる、すいません、あ、そうしようか、うん、俺もだって何秒かこのままやったら、はい、いや、さっきも15品あったら、はい、じゃあ行っちゃいますか、行っちゃいますか、はい、じゃあパイちゃんよろしく、はい、パイちゃんじゃないんですよ、もう、じゃあ行きますよもうはい、せーのが3、はい、いただきます、そっか、はい、なんかパイにかけてくるそうですね、3パイって言ってくれるかと思ったんですけどね、なんかね、3パイ、せーのが3パイって言ってくれる、いや、パイは本当に認められないです、あ、そう、カレーいただきます、うん、カレーいただきます、うん、ほんまにうまい、ほんまにうまい、よかったですよかったです、どうしよう、めっちゃうまいカレー、うん、めっちゃうまい、豚肉をとにかくいっぱい入れようと、あ、ポークカレーが好きなんで、いいわ豚肉が、はい、ちなみにうちのカジサックファミリーのカレーも豚肉やったりするからね、うんうん、あとなんか2日間ぐらい煮込んだぐらい感じがするわ、ほんとにお母さんも言ってました、うん、あ、お母さんって言ってね、はい、次の日カレーになってる、なんとなく、美味しいですね、美味しい美味しい、うまい、うん、美味しいっす、唐揚げもいっちゃってよ、中野くん、お唐揚げ実はもういただいたどうし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 たスクラッチしてたね、今ね、スクラッチしちゃいました、うますぎて、うん、はい、でもめちゃくちゃ美味しいです、なんかしっかり味もついてて、うん、はい、うん、めちゃくちゃおいっぱいですおいっぱいですね、どうしたどうした下手突然下手なのぶっこんでこないでおいっぱいでいやいや勇気出していったんすよパイをせーのが3パイとかちょっとそうそうそうかかってるかかってるやん、うん、おいっぱいですって言うのねいや難しいもうちょっともうやめときますパイはもうこれを機にもうできないんでパイは
すいません。何言ってんの。あとやっぱクリスピーポークがね、そう、めちゃくちゃうまい。おいしいクリスピーポーク、うん、ありがとうございます、うん、そんなおいしいですわ、言ってもらってめちゃくちゃおいしい。これあれなん、企業秘密なの。まあ、軽くぐらいやったらそれこそ、あの、中に香草が、うん、入ってるので、うんうん、この香草が嫁作がめっちゃ良さ、これがめちゃくちゃいいって言って、うん、ローズマリーと、言って、はい、言っていいの、言っていいです、うんうん、あとオレガノと、うん、オレガノ、はい、これ爪が考えたの。これそうですね、僕が考えました。すごい、はい、これそのままでも全然味ついてて全然うまい、はい、で、キッチンカーではこうソースかけたりもできるの。はい、そうです、うん、何種類あるんだっけソースが、3種類あります、うん、ホットヒーヒーソースです、うん、あとはあのガーリックソース、うん、はい、あとはあのオレンジソースが、うん、オレンジソース、はい、うん、今俺ちょっとホットヒーヒーソースでうわって思い出したわ。あ、ある意味、はい、常と俺との物語はホットヒーヒーソースから始まったんちゃうかみたいな、うん、昔小部屋でね、あ、うん、げたと思うんやけど、あの時まだ常がチーム活躍じゃなくて、はい、俺らが突撃して、はい、で、あの芸人さんとおてん、岡田さん、うん、岡田大江のね、そうそう、岡田さんとおったりなんか、うん、ホットヒーソースが俺がかわしてもおてんな、うん、大量に本当にも助かりました、うん、なんかあっこが出会いの入り口のような気がする、ね、あれがなかったらひょっとしたら常も俺に相談してなかったかもしれない。いや、そうです、本当に、確かに、おもろいな、うん、行動っておもろいな、うん、そうですよね。俺も何気に、何気やったから、うん、ツイッターかなんかで見て、はい、うん、常がなんか大変な思いしてるみたいな、そうですね、はい、なんかちょっと感慨深いな、その運命よ、運命、そうは、うん、どうよ、中野くんこの話聞いて。いや、本当カレー美味しいです。いや、カレーかい、おい、カレーかい。いや、もう意地でもパイは使わないよ。胸いっぱいとか言ってくれよ。さすがやわ。 あなた嘘でも放送作家でしょ。そうよ、中野君。いや、今のは全然もう本当思うけど、さすがです。すげえ。すげえじゃないよ。いいね、感慨深いですよ。うん、どうですか、どうしたの。いや、めちゃめちゃおいしいですね。もう今何、あと一歩で泣いてたよ。あと半歩ぐらい、あと半歩で泣いてたよ今。どうしたの、何今の。どんな感情なの、何やった今の感情。いや、いろんな感情が今あの口上だったなって。うん、美味しいですね。ほんまに何してもらったってこと。だからそれとも変な言い方になっちゃっただけなの。あの変な言い方になっちゃっただけですよ。じゃあその後に言ったなんかいろんな感情がっていうのは何なの。いや、もう後付けですね、全部プラスアルファでなんか乗り切れるかと思ったんですけど、結局変な言い方になっちゃいました。しゃやばいよ。でもさ、ダチョウさんなのよ。でこの間結構前やけど、生配信したやんか、ね、先行動画、はい、あの時の品川さんをこうやってましたね。で今ダチョウクラブさんやからね、うん、はい、もう大リスペクトしてる。ちょっと本当に心配になってきた、心配になってきた俺。あ、心配になりますね、本当にね。中野くんどう。いや、ポテトうまいっす。固くなだね。固くなだね。いや、ちょっと今のは言えなかったですね、うん、ちょっと、うん、パイ圧きてたんで。ん、パイの圧力きてたんで。あ、パイの圧力のこと今パイ圧きてました、うん、はい、あ、パイ圧きてたから、はい、振りすぎたってことね。ちょっとあの反抗しちゃいました。すいません。一回飛ばします。さあ、というわけで、はい、はい、中野くんよろしく。はい、せーのが参拝。いつもごちそうさまでした。そこは言うのね。そこは今ギリギリ思い出しました。ごちそうでした。危なかったです。
いやー食べましたね。いやー美味しかった。最高。小林くん、中野くん、常井さん、ごちそうさまでした。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 みんなバーッと食べて、うん、それでも結構残っちゃったんですよ。そう、これいかがなもんか、どうしたもんかと思った時に、うん、なんと救世主というか、うん、木島くんが、はい、今日もしよかったら晩ご飯ね、うん、ここで食べたらどうって言ったら、いいんですか、うん、言っていただきますって全部食べてくれたんです、うん、平らげた。すごい。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったです。あのね、めっちゃ食ってたよな。めちゃくちゃ食ってた。2、3人前食ってたよ、うん、で、結果下で取っていってくれたの、はい、もうこれマジですごいよ。全部なくなった。ガチにすごい、全部なくなったもん。あれ、ケーキ誰食べた？あ、ケーキ僕いただきました。あ、常か、はい、そうなんや、うん、マジで綺麗に、うん、で、あと残るはオレンジジュースとカルピスですね、うん、あ、そうですね、あれをじゃあ今から、はい、うん、一気いきますか。一気するの。まああれは置いとけるから、はい、そうですね、冷蔵庫入れときますか。いやでもすごい美味しかったです、うん、めちゃくちゃ楽しかった。改めて、はい、ドバ、中、はい、そして常、はい、本当にごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。木島ありがとう。そうです、ごちそうさまでした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。